ということで、今から、海に潜りに行きたいと思います。今回は GoPro 持ってきたんで、GoPro で、潜れると思います。じゃあ行ってきます。さあ、ダイブショップでギアを選びます。さあ、ブリーフィングが終わったんで行きます。あ、これストーン、いや、I don't know。 あー、here、 OK。This is 5 kilo。 うん、 OK。 今日はこの7番っていうところに潜りに行きます。最高。OK、 I'm ready。じゃあ海の中に潜り始めましたんで、ここからはナレーションでお伝えしたいと思います。まず海の中に潜って、菱本さんがさ、めちゃめちゃ潜るの早いんだよねほら、俺だけさ、あの 耳抜きがちょっと遅いから。遅いって出るんですか？あのね、耳が抜けない。あの、こうね、鼓膜をこう開く感じしないといけない。ほぼ快眠にいるじゃない。そう痛い耳が痛い。耳が痛くてほら、みんな潜ってるのよ、俺だけ。そうこれ、見てる分には上からこう取れてて、すごくいい感じに取れてるような気がするんだけど、実は耳抜きができていたいっていう。そう、出ないですね。そう、で、石子さんとかだってガバガバなんだもん、耳もうスイス泳いでる。最初とかは結構抜けないんだよね。心配して。そうなんだ。でも戻ってきてくれたよ。そうで、潜って早々結構あれだよね。あの、こういう深いところまで行って、あ、そうそう、ほらもう見えてる。ウミガメ。見た。綺麗ですね。すごいでしょこれ。あなたが耳抜きしてる時から僕はもう見つけてたんだよ。そうっていうの、俺も耳抜きに必死でさ。いや、いるんだけどね。ちょっと痛いなって思ったタロさん見た？シュノーケリング。いや、見れないですね。あ、見れなかった。はい、これ魚いっぱい見えましたけど、すごくめっちゃ近くって。本当だから触っちゃいけないから、あの、タッチまではしなかったんだけど、でもさっき聞いたらタッチしてもいいよって言われたら、ちょっと触ってけよかったな。触った？触った。全然人見知りしないもん、うん、ほら、このまんまずっと、ね、そうで、ずっとさ、いや、カメラを撮って撮るのが初めてだったから、うわ、これすごいいいシーンが撮れたと思って、そしたら下さんが変わってくれたんだよね、途中で、ね、これだっつって、で、僕が横から入ってきて、素ですか？あ、素です。こうやってほら、こうやって、そう、手やつ。これあのダイバーしか分かんない。ダイバー初心者。そう、向かないと潜れる。そしてピース。向かないとどうですか？これで、そう、ここにあのシュって、あの上向きにこうやると。そうジャケットに空気が、そう、それを抜くと沈んで、入れるとあの浮くんだけど、あ
これ久しぶりでもないんだけど、20回ぐらいは潜ってるんだけど、ほら志野さん、もうさ、こうやってさ、一回ってすごくない？わかんないです、これ。いや、これすると、耳抜きが下手くそだと、あの上下1メーターだから、身長でくるって回ると、水圧が変わる。だから、ちなかなかね、なかなかできない。あ、痛くて。痛くて、そうそうそう。俺はね、横とか向けるんだけど、一回転とか、なかなか難しい。よくやったなと思って。で、あの、今こうやってやったでしょ。あれ、あの、目に2本指をやったの見てるっつって。なんか合図があるんですね。合図が決まってるけど、ほとんど忘れちゃってる。忘れちゃう。いきなりやってたの忘れちゃってる。見てるから。で、見てて、これ何を見てるの？この泡になってるよっていう。違う、力もいたんだけど。いたの？次は誰ですか？あれは、あれって。何を見た、見てって言ったのか、謎で。うん、で今こうやってなんか、予備の担当をこう、キュッて、自分のところにやるぐらいの余裕がある。すごいよ。いや、海綺麗だよね。透明だ。あれ、大丈夫だったんですか？あ、できてる、できてる。できてるから潜れてる。だけど、遅い。これよく上に上がんないですね。あ、そう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 。あの、この、重りをしてるから、こう、あの、どこなんですか、自分の体は。だから、さっきの、空気をジャケットに入れすぎると、こうできる。シールに調整する。そうそうそう。ずっと同じように。で、ここでなんかこんなやるんですか？あ、そうそう、ボタン。そうそうそう。で、腰周りにほら石巻いてるでしょ。これがあの5キロでデフォルトの重さなんだけど、あの俺そんなにうまくないから。あ、これ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 、これ何、フグ、これで、これは何、なんかイソギンチャン、これ。すんごいでっかいやつ。ジュゴンよかった。ジュゴンいない。ジュゴンはいない。あ、ジュゴンってどんなの？ジュゴン博士か。こういうところに。あ、こういうところにいるんだ。潜ってるんですか？ジュゴンって何か潜るんですか？もともとそう。え、ウミガメ？ウミガメは？ウミガメは、あれじゃない？哺乳類。違う違う。あ、違う。爬虫類なんですね。あ、爬虫類なんだ。あ、じゃあ呼吸はするんだよ。呼吸する。カメ、爬虫類だよ。カメ、4本。これがさ、このちっちゃい魚。いや、飲むでしょ。だから本当はさ、バディにそんなことしちゃいけないんだ。だってさ、あまりにも近いやつだ、あれってやるからさ。どうやって水抜くんですか？どうやって、あ、だから、中に吐ける。そうそうそう。あ、吐けるとこあるんですか？そうそうそう。飲んでも大丈夫なやつ。吸っても大丈夫。飲むだから間違い、取るじゃないですか。口入るじゃないですか、水が。海水が。水ごと。吐けるんだけど、あんまりなんか喉に詰まったりとかするんですか？そういうことはしちゃいけないんだけど、自己紹介。 , 笑ってたよ。おいおい。この人がさ、このダイバーたちがずっとこの泡をやってる。これできないんですか？できない。できる。これできる。この泡をさ、丸くする。すごい綺麗な海だったよね。何を見てんだ。このさ、魚とかさ、あの海藻っていうかサンゴとかさ、名前を覚えて潜るともっといいだろうね。なんかもっと楽しみが増しそう。これ何やったの？あ、今何やったの？あの、あ、何々オーケー。あ、問題ないかみたいな。
ってるんですよ。自分でレギュレーターに行って、そこに行ったんですか。そうそうそう。いや、だから余裕は焦るな、あれ。あ、でここでなんかこうやってライトで照らしてくれるんだよ。何ですか。何がいいですか。何がいい。あ、これか。これさ、何回もさしてる。うん。なんだろうね。でも、ピカチュウでしょ。ピカチュウではない。ピカチュウも違うから。ピカチュウなんですか。なんか、いろんな種類の、ウミウシがいて、ピカチュウっぽい、ウミウシがいるのかな。そう。確かに。うん。あえてさ、棒をこう、地面に刺してるからさ。うん、羨ましくてさ、あれちょうだいって言ったらダメって言ったら炭鉱ね、カンカンって叩いてこっちに呼びなさいっていうのをやるやつがインサルト会話。そう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 。でもさ、あとで映るんだけど、これ地面こすっちゃって大変なことになったの。ほんとにいや、あとでほんとについちゃった。怖くて、なんかなんかビリビリするから、と思って、あ、そう、これ、海藻っていうか、俺がさ、もうかついて、なんかビリビリして、ビリビリしたの、ビリビリしたから、でさ、こうやって取ってくれたんだけど、足出てるじゃん、だから、あそこに当たったら、俺、なんか、やけどっていうかさ、いやいや、あれに、クラゲに刺されたみたいな感じになるのかなと思って、うーって言ってたんだけど、大丈夫ただの問題だった。大丈夫だったんですか。うん、全然問題なかったんで。でもなんか触った時にビリビリってブルブルするから、やっぱり絡みつくんだよね、こうやって。そう、地面についてダメなんですか。ついてダメなの。これダメなんですか。うん、これがあれだよね、なんか足のなんかあれ食べてくれるようなさ、そうだよね、ドクターフィッシュ。あ、ドクターフィッシュみたいなことじゃない。で、2回目潜った時にもこれがいて、俺指さしてたと思うんだけど、あのところだけ海水温が冷たくなかった。うん、2回目。そうだよね。あれなんでかなと思って。気持ちよかったなとしか思ってない。深すぎ。動物専門。いや、だからすごいなんか、こう、流れとか海水とかも全然違って、いいなって。ちっちゃいじゃん、めちゃくちゃいいから。そう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 。まず、出てるんですか。違う違う。あ、これ、そう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 。やっぱりうまいよね。綺麗でさ、水中でさ、視線を保ってる。で、翔さんもできてたよね。あ、得意なんだよ。これがエビ？少しの。あ、エビじゃないのこれ。あ、そう。あれじゃない。あ、伊勢エビみたいなやつない。違う違う。あ、そう。伊勢エビなんか線虫持ってくるから。これもわかる。あ、照らしてめっちゃ綺麗やん。そうそうそう。これは何？そう、怖いんだよ。毒に侵されてるけどさ、俺昔ウニ食んでるからさ、いいだよね。足がほらちょっと嫌になっちゃったからさ、かわいそう。だからさ、なんか下手なもんとかさ、触ったりとかすると、特にほら水中で体がふやけてるからすぐ怪我するんだよね。
金属触ると。あー、そうか、はい、これはね、ハゼ、オコゼ、ゲームスコア、そうだよね。こういう魚がいかにも南国っぽいよね。これが結構あのサンゴのなんかこういうところになんか魚が集まってくる。あそこ指さして、 これは何？なんかこれ、あ、これミノカサゴです。毒がある。あ、そんなの見たことある。これ食べれるの？美味しいとか。あ、美味しいんか。サンゴキは美味しいと思う。これ座る毒があって。あ、危ないんだ。触っちゃダメになるんですか？どこにあるんだろう。すごいな、ほんと逆さになったりするよくできるなと思ってさ。そうなんですか。そう、こんなアクロバティックな魚が、あの、サンゴ礁があんまりなくて暇になったら、そうそうそう、でも降りてこい降りてこいっつって怒られるって。まあ、あの、浅いところで待機しとかないといけない。急に上がると、あの、体がダメになったんですよ。このさ、これなんだろう、このなんか、なんかすごいでっかいツボみたいなさ。そう、これよく見るんだけど。これ魚用ですか？うん、あ、魚っていうか、少しも誰かが蹴って折れてくるから。あ、本当だ。誰かが蹴ったやつ。自分を壊すために壊す。すごい不思議な形だよ、ね、で、これがニモだね。あ、ニモさん、そう、顔を持ってニモって攻撃してくるんだよね、近くにいると子供とかいるとさ。ほら、出てくる、勇敢だよね。知らなかったんだけど、あの、陸に向かってたの。そっか、すごいっすね。うん、なんかあるっすね。いや、ほんとほんと、地形が近くに覚えてる。そう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 。海面だと思って、そうそう、ちょっとずつ浅いとか。そう、知ってたわ、これ行ったことあるんだ。あるわ。あ、だからか。いいと思った。あ、もう出たと思った。ほら、ここ、ね、っつってプレイスターさんすか。そう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 。で、おしまいして、そんだけしか押さないって浮かないって。もう一回押すみたいな。そういうこと言うよ。いや、めっちゃ気持ちよかったんだよね、超アップついてるじゃないですか。え？アポ。あ、そう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 。マスクの後結構。1時間ぐらいとね。あれ曇ったらどうするんですか、もし。曇んないように最初につばかけて。ずっと曇んないですか。うん。そうだね。いや、曇る時もあるんだけど。曇ったら水入れる。ああ、水入れて、水入れて鼻でバッて出す。出せる。なかなか落ち着いてないと出てないんだ。今日もやってよ、あの、水滴がさ、目の前についちゃって見にくいわけ。あ、中に水滴がついた。一回に水入れてこうやってはいって出して。冷静だね。すごいクリエイティブ。最初そこで練習するんですか、プール。あ、うん。最初マスク外して泳ぐ練習とかする。え、目開けとくんですか。いや、どっちでもいいけど、それは。え、プールで？海の中。海でもやる。え、プールは入った？プール一回だけ入った。あ、プールでもやるんだ。俺プール入ったっけな。そう。吉田さんどこで撮ったんですか。これは沖縄。
沖縄で撮るのはすごくおすすめだから、まあ、国内だったら沖縄で、で海外だったらまあこういうあのなんか南国の向こうで撮ってこっちでいっぱい遊べばいいですね。でも全然っていうか、うん、それでも全然いい。あのポイントはあの透明度が高い海で潜るとめちゃめちゃ楽しい、うん、多分普通の人に対してはポイントは先生が日本語がどうかっていうのがあすごいよね。英語でさダイビングを全部取ったもんね。めっちゃわかりやすい英語喋ってくれる。でも試験も英語で受けたし、どうですかねポイントとしては。いやライセンスは沖縄でいいじゃないですか。沖縄取りに行くかじゃあ。英語ができる人はあのどこでも取れると思う。いやじゃあ今度は3人でも送れるね。沖縄で僕取ってきますわ。おいいねいいね。で仕事してダイビングして、で次はどこで行きます。ピピ島ですか。あピピ島行こうか。ピピ島いいね。あピピ島にしよう。ピピ島あるんじゃないですかこういうとこ。あるあるある。綺麗そうっす。もっともっと綺麗だよ。もっと綺麗っていうかいろんなのがあるよね多分ね、うん、魚の種類も違うし、うん、結構こっちはあの砂浜だけど岩浜だかな。岩が多い方がいいんじゃないですか。なんか表が砂浜で裏とかが岩浜だったかな。ちょっとよく分かんないけど。楽しそうね。で、Wi-Fi だけとにかくいいところにゲットしてる。いいのかなピピ島。不安だな。まあ観光地だから大丈夫だと思うけどね。で、あとちょっとあの相場のぐらいのところを借りれば大丈夫だと思う。まあそんな感じで遊びながら仕事しながら頑張りたいと思います。はい、ということで。じゃあ締めは川野さんお願いします。またですか。何でいつも僕なんですか。無茶ぶり。いつもじゃないですか。いやいや今締めとけしまったんじゃないですか。今回主役なんで。主役だから、はい、どうぞ、うん、皆さんも一緒に次どこでしたっけ。ピピ島か。ピピ島吉田さんが案内してくれるんで一緒に行きましょう。お願い。はい、英語できなくても大丈夫なんで僕英語全くできないんで。はい、じゃあなんとかなるんで応援させてもらいます。はい、お願いします。じゃあ、お疲れ様でした。はい、じゃあ飯食いに行きますか。はい。